おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月4日朝4時28分の相場解説になります。当初始めた相場解説6時半ぐらいだったんですけども、現在はね4時台になりました。随分早い相場解説なんですけども、その分相場の方向性が見やすくなっていて、多分利益を出しやすくなっているんではないかなと思います。そして8月2日なんですけども、1ヶ月のこの8月のですね、大体の方向性をセルの方で見込んでおりました。そして昨日の相場解説では、一旦上に上がって振りをつけて下の方にズボッと行くんじゃないかなってことでエントリーポイントを待っていたんですけども、なんとね、上にあまり振れずにそのまんまどんどん下に行きましたね。そして108円台がもう間近に見えております。まあ、ですので昨日もうね、上に振れることを待てずに、まあこれはセルで直接行くんじゃないかなと思って、セルでエントリーされた方は今大きな含み益を取ってるんじゃないかなと思います。結構ピップス動きましたからね。その辺を合わせて今日は解説していきたいと思います。じゃあデイリーからどうぞ。はい、まずデイリーなんですけども、ご覧のようにですね、今109円の066をつけております。すごい価格の下落になっております。一旦上に上がると思ったんですけども、デイリーの方ではですね、そのまま陰線が続いていて、全体的に売りの流れっていうのがもう避け入れないかなっていうところですよね。それまではずっとこういうふうにバイの流れが来ていてフラッグってことだったんですけども、全体を見るとこういうふうにセルの方向に触れて一旦上に上がって、そして下の方に行くという形でしたね。この流れのまま全体的には8月は108円台からひょっとしたら107円台に入っていくんじゃないかなっていうふうに私は考えております。次は4時間ですね。4時間を見ていくと分かるのが、昨日なんですけども、ですんでね、この触れがもうちょっと大きくなると思ったんですよ。だからね、どのくらいまでいくかというと、やっぱりね、109円の830の水準まではいかないと思ったんですけども、少なくとも730まではね、いくと思ったんですけどね。まあでも、そのままズボンといきましたね。ズボッと。だからここから一旦上に触れるのかなと思ったんですけども、そのまままっすぐ下に行って、大きなひげを出してですね、一旦108円台に入ったんですけども、買い戻しがあって109円の066に収まっているということでございますね。でもここで移動平均線を見ると、まだまだ下の方に向かう流れっていうのは全然とどまってないんで、再度108円台に潜っていくんではないかなっていうふうに考えられます。最後に1時間を見ますね。はい、1時間足はもうね、窓までは作らなかったんですけども、すごい勢いで売りの方に触れていますね。もう右肩下がり一直線です。ですので、これからも売りの方で見ていけば間違いないかなと思います。とりあえず今週から来週にかけては108円台でいろいろとお話しすることが増えるんじゃないかなっていうところですよね。はい、いかがだったでしょうか。昨日に関しましては、一旦上に上がる109円のね、750のエントリーポイントまで待つこともなく、もう即刻ね売りに入ってよかったということです。朝の相場解説ではちょっと躊躇がありましたけども、お昼からそうですね、午後にかけてもうセルで入った方は軒並み、利益を取ってるんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、109円の280あたりでセルに入って大正解だったということなんじゃないかなと思いますよね。まあセンスのいい方は109円の500とかね、570で入れたと思いますけども、これはちょっと難しいです。特に私が相場解説をして750あたりに1回上がってからね、それから下がるんじゃないですかってことを聞いた方は、まっすぐ下がっていくことにかなり動揺してエントリーのタイミングが遅れたんではないかなと思いますよね。でしょ？そうでしょ？まあですので、私の解説もありますけども、全体像はセルの方に向かうよって言ったら、その全体像から自分の判断も入れながらね、エントリーポイントっていうのは本当に1時間1時間見ていかないと決められませんから、朝の私の相場解説一発でね、1日を測るっていうのは不可能なんで、ディテールは1時間に1回ぐらいはやっぱり見ていただいて、修正と方向性を決定づけていただきたいかなと思います。そうすると少なくともね、100円の305とか280ぐらいではセルに入れたと思うんですよ。で、逆にこれで入れなかったら、ちょっと今まで何やってたのってことですから、そこではさすがに入りましょうね。ちょっと難しいなという方はね、またダイレクトメッセージいただければ個別で返信させていただきます。それでは本日は以上ですけども、これからも108円台、107円台の方へね、セルの方を睨んで相場を見ていきましょう。それでは